さあになります、どうぞ。お、なんとなくもう見えてきましたはい、どうぞ。あ、こちらですね。はい、おしゃれな感じですねモダンなデザインの神棚です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。吉田町で40年以上伝統的な神棚を作り続けている静岡木工です。これが私たちがイメージする、はい、あの神棚ですよね。そうですね、はい、でこちらはなんか私たち初めて見るんですけど、これは何ですか？こちらはあの北海道の地域に、はい、で、祀られている神棚の形ですね、はい、箱宮という神棚になります。すすで汚れないよう箱型にした北海道の神棚が首都圏で売れ始め、今までとは違う需要があることに気がつきました。思い切って違うことチャレンジしてみよう、新しいものを作る、今市場にないものを作ろうよっていうところが一番最初でもやりましたね。洋室にも合うシンプルで薄い神棚、家具やフローリングと同じ材料でも作ってみました。製造が追いつかないほどの売れ行きでした。さらにデザイナーの力を借りました。もう少しあの今の暮らしに合うように改善しながら、あの 神棚にこう感情が移入できるようなものがいいなと思って。花澤さんのデザインした神棚は2016年18年のグッドデザイン賞を受けました。これまで焼き物だったお供えの皿も木で作りました。清水区の引物職人が皿を作り、駿河区の漆職人が仕上げています。コロンとしたフォルムが可愛いなと思ったのと、あとはなんか木のぬくもりがすごい感じたっていうか、温かみを感じたので購入しました。今まで神棚を祭りたくても祭れなかった方に、モダンなデザインの神棚があるということで、神棚を身近に感じてもらえたことが一番良かったですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。